青松高志り、青松高志り、青松、慶應、1986年12月7日帯は、京都府京都市伏見区出身の元プロ野球選手、内野手、保守、右投げ右打ち、妻は、タレントの鷲津綾野、2015年9月11日から2016年の現役引退までは、青松慶應、読み方は、本名と同じという登録名を用いていた。 上宮大使高校への在学中には、春夏ともに、阪神甲子園球場での全国大会に、出場できなかった。2004年のプロ野球ドラフト会議で、保守として千葉ロッテマリーンズから7位で指名。契約金3、0円、年俸450万円、金額は推定という条件で入団した。背番号は63、上宮大使高校から直接、 NPB の球団へ入った選手は、成章が初めてであった。福岡大英ホークス時代に、城島健治を指導した、小賀秀彦二軍ヘッドコーチから、保守として、城島をしのぐセンスの持ち主と評価されたが、一軍公式戦への出場機会はなかった。2月26日に開かれた第一回、WBC 日本代表との練習試合で一塁を守ると、 イースタンリーグの公式戦では、一塁手として31試合、保守として16試合に出場した。打率、257、4本塁打という成績を残したことから、9月19日に、入団後初の出場選手登録。9月26日の対西武ライオンズ戦、インボイス西武ドーム7回表に、代打で一軍デビューを果たしたが、一軍公式戦で、 初安打を放つまでには至らなかった。シーズン終了後には9年ぶりに再開されたハワイウィンターリーグに派遣。息子の応援に来ていたロジャー・クレメンスの球をブルペンで受ける幸運もあった。イースタンリーグ公式戦に一塁主として26試合、保守として23試合に出場。しかし、打率が。 159にとどまるなど打撃が振るわず、一軍公式戦への出場機会はなかった。イースタンリーグ公式戦では、打率25、252、8本塁打と打撃が復調。守備面でも、33試合で、保守、13試合で1塁手、1試合で3塁手に起用されると、いずれのポジションでも失策を記録しなかった。しかし、 ロッテ球団と支配下選手契約を結んでいた保守で、ただ一人、一軍の公式戦へ出場できなかった。イースタンリーグ公式戦38試合の出場で、打率、244、4本塁打をマーク。前年から若干調子を落とした影響で、一軍昇格の機会はなかった。イースタンリーグ公式戦78試合で、打率25、259、 八本塁打を記録するなど打撃が復調。シーズン当初は、主に一塁を守っていた。一軍制保守、里崎智也の背筋痛で、他の保守が二軍から昇格したことや、二軍の制保守だった、金沢武氏が故障したことを背景に、シーズン終盤からは二軍の制保守に定着。チームの同リーグ優勝やファーム、日本選手権制覇に貢献したが、五年続けて一、軍から遠ざかった。 イースタンリーグ公式戦六十三試合に出場したが、打率は二百二十で本塁打を一本も放てなかった。イースタンリーグ公式戦五十七試合に出場、打率二百六十2三本塁打を記録した。春季キャンプの直前に登録ポジションを保守から内野手へ変更。イースタンリーグ公式戦では七十六試合の出場で打率。 292、10 29本塁打を記録。さらに、サブローが7月31日に故障で離脱したことから、右の代打の切り札として、7年ぶりに一軍昇格を果たした。翌8月1日の対北海道、日本ハームファイターズ戦、QVC マリンフィールド6回裏代打で起用されると、敵地二塁打を放ったことで一軍初アンダ、初打点を記録。 8月3日の対オリックスバファローズ戦、ホットモットフィールド神戸では、6番、指名打者として、一軍公式戦で初めてスタメンに起用。3安打を放って、自身初の猛打賞を記録した。シーズン通算では、一軍公式戦9試合に出場。打率、313、超打率、438、3打点という成績を残した。 3月26日に開かれた北海道日本ハムファイターズとのイースタンリーグ公式戦で審判員への侮辱行為によって退場を命じられたためリーグから厳重注意と制裁金15万円の処分を受けた同リーグの公式戦全体ではチーム最多の105試合に出場打率313、13本塁打という好成績を 残したが、一軍公式戦では3試合の出場にとどまった。イースタンリーグ公式戦85試合に出場すると、15、本塁打で、本塁打王、打率。298で、首位打者のタイトルを獲得した。一軍公式戦では、6月6日の大東京ヤクルトスワローズ戦、明治神宮野球場開表に、石川正則からの左腰ソロ本塁打で1。 群発本塁打を記録。シーズン通算では、プロ入り後最多の13試合へ出場したものの、打率が150にとどまった。なお、9月11日には、登録名を青松隆碇か,から青松慶由へ変更することが発表された。イースタンリーグ公式戦では、チーム最多の115試合に出場。打率。 278、13本塁打を記録したが、一軍公式戦への出場機会がないまま、10月1日に、球団から戦力外通告を受けた。12月2日付で、NPB から自由契約選手として講じ。聖章自身は、NPB 他球団での現役続行を希望していたため、11月12日に12球団、合同トライアウト、甲子園へ参加。 保守や一類の守備につく一方で、シートバッティング形式の対戦では、5人の投手を相手に5打数に案内し三振という結果を残した。しかし、打球団から獲得のオファーを受けるまでには至らず、この年限りで現役を引退した。ロッテでの現役時代には、チームに数少ない長距離打者として、イースタンリーグで数々の打撃タイトルを獲得。2012年までは、 投手として登録されていたが、実際の公式戦では、打力を買われて、内野手や、指名打者として出場する機会が多かった。一軍公式戦での出場試合数が、最も多かった2015年には、4番打者で、キューバ代表でもあるアルフレッド・デスパイネが、パンアメリカン競技大会への出場でチームを離れた、期間中に、デスパイネの穴を埋める活躍が期待されていた。も。 自身の名字とデスパイネの名前にちなんで、青パイネになりますと宣言していたが、一軍公式戦での通算本類だは、この年に放った一本だけだった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。